は日本写真映像専門学校の提供でお送りします。この番組は現代の若者のちょっとした悩みを他の人よりもちょっと過酷な灰色の青春時代敗春を経験してきたメンバーたちでズバッと解決する番組となっております。どうもアインシュタイン河合です。アインシュタインの稲田です。モーニング娘。23の牧野まりあです。 ABC プロデューサーの常若五郎です。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。まあいつもこの3本3週分を、こうまとめて収録させていただくんですが、はい、本当にあっという間で、あっという間、スタッフさんも大丈夫ですかこんなペースで収録してっていうぐらい部活ぐらいね何の休憩も入れず、ね、間髪入れず、確かにいい感じのファミレスの状態になってますよね。そうですね。話。そうですね。ドリンクバー行く感じになってますよね。はい。そうですね。本当に。でも、やっぱり自分で俯瞰で聞いてても、なんか自分の声聞いてもやっぱ分かるじゃないですか。うん、えらい、よう荒れてんなと思いましたね。確かに楽しいですよね。楽しい。僕多分ですけど、8本撮りでもいけると思う。うん、いや、俺も実はいけるんちゃうかなと思って。ね。うん、2ヶ月分。これほんま収録合宿してもいいぐらい一泊二日で半年分ぐらいまあまあ徳若さんの力で、うん、放送週2にするとなるほどめちゃめちゃいい。だって収録来るの楽しいですもん。確かに、ね、今日話せるみたいな。本当にまあでいろんな方のねなんかお悩みなんかも、うんうんうん、確かに知れるんでね、うんうん、楽しいですけどね。さあそれでは今週も、はい、お悩みメール紹介したいと思います。まずは配信ネーム猫大好きさんからです。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。男性の気持ちがわからなさすぎて応募させていただきました。うん、私は去年高校を卒業したのですが、はい、高校では気になる子がいました。うん、その子とは夜に長電話したり朝早く学校に行き一緒に勉強したりしていました。ええー、な、うん、舞い上がっていたのですがその子の気になる人は私の友達でした。男性は何とも思っていない異性の方とも長電話できるものなのですか？私は絶対にできないので不思議に思います。男性の皆さん思わせぶりしないでください。これは逆も言わせていただきたいですよ。うん、思わせぶりしないでくださいって本当に女子もあります。そうあるよ。女子の方があると思うって。あそりゃあるんだ。どういうつもりなマリアちゃん本当に女子は思わせぶりやったいやでもまあこのやっぱ逆もあるんでしょうね。うん、いやでもこれはだいぶ思わせぶりですよね。でもそう本当にちょっとこれはあんまり良くないかもわかんないですね。これ男がちょっとモテたかったのかな男。うん、俺はそれもあると思う。うん、なるほど。なんか好きになってほしかった。そうそう。いやこれはだからね、こっちは友達やと思ってても、はい、向こうがどうなんかっていうのがありますよね。わかるかな？わからんか？いやいや、逆にわかるんか、お前。俺が言ってるから。これ今俺が言ってるやつやから。いや、その、うん、こっちは別に、何やろう、友達でいたかったけど、向こう、この、友達と思って接してたら、その気にさせてしまってたんや、みたいな。があるから、その男女の友情は成立するとは言えない。ああ、なるほどね。そういう経験が今まであった。あった。え？あったんや。うん。いつぐらい？いつぐらい？いつぐらいだろう。ん？昨日。え？え？ん？昨日？うん。どうする？やめる？やめる。何やねん。まとまってもね。やめるよ、思いつきで何でもかんでも言うなよ。いや、それでもやっぱ、わかんない。それってやっぱ、お互いのあれやからな。いつまで言うてんの、お前。ずっと同じこと言ってんの。やっぱ、徳明さんと河合さんはモテへんからわからん。お前誰が言ってんの断定すなんだ。好きになる側じゃないですか。そうそう、徳明さんは。追いかける方やからね。追いかける方じゃないですか、徳明さんは。わーって言うな。お前もやろ。お前もやろって、徳岡さんはそうみたいなってことは。どんだけ失礼な子みたいな。でもまあ確かにね、これはでも勘違いしちゃいますよね。いや、これはちょっとやりすぎですよ、男。せやな。告白したらどうにかなんないのかな。あ、意識しちゃう。しだす。友達が好きでも、今から、ね。そう、だから、私の友達のことが好きやって分かっても、別に自分の気持ちは、はい、
負けずにアタックし続けるというのも一個手ではありますよね。確かにね。うん。やっぱり、ベタにありましたよね。その、なんか、誰々ちゃん、何々君のこと好きらしいでって言われたら、なんか、そんな風に見てくれてんねや、みたいなんで、やっぱり意識しだすみたいな。プラスになっていくみたいだね、はい、なんかね、うん。やっぱりそれは女子もそうなの、そこは。いや、私はそういう経験がなかったんですけど、うん、少女漫画ではそういうのたくさん見てるので、うん、なんかそういうのあるのかなと思いました。どう？想像ではどう？うん、その、例えばやけど、まあ、なんとも思ってなかった。た友達が、はい、なんかどうやらマリアちゃんのことめっちゃ好きらしいでってなったら、そっちに気持ちが揺らぐことはなくはない。いや、私絶対揺らぐと思います。おー、気になっちゃう気がする。これは今マリアちゃんのファンの男性はだいぶざわついたんだ、うん、言い過ぎたかな。あー、言ってたしなって、うん、どんどんアピールが来るんじゃない。ね、でもまあ、だからこれはまあ、男女共に言えることですもんね。うん、まあだから、そうですね。うん、気持ちをまずは伝えてみるっていうのも一つ手かも。そうやね。ね、うん。そう、じゃあ続いていきましょうか。はい。配信ネーム、横山獅子舞さんからです。はい。マリアちゃん、稲田さん、ゆずるさん、とこわかさん、こんばんは。こんばんは。マリアちゃんが出演していたので、聞いてみたところ面白かったため、思わず投稿してみました。20代女です。ありがとうございます。私は買ってきたものやその日身につけていたカバンなどを机の上や床に物を置いてしまい、すぐに部屋を汚して、汚くしてしまいます。はい、うん、何か綺麗に保つ秘訣などありますか？ぜひ、稲田さんにズバッと解決していただきたいです。これからも楽しみに聞かせていただきます。なざしで。はい。先生。はい。稲田さんにズバッとってことなんですか？買ってきたもの、その日に着てたカバンなどを机の、はいはいはい。はいはい、うん、ちょっとだから、置き場所が決まってないんでしょうね。まあまあ、そういうことでしょうね、うん、まずは。綺麗に保つ秘訣などありますか？はい。意識してください。はい。じゃあ、続いて。やぶ医者。ほら、はい、ほら。なんだよ。ほんま、やぶ医者、ほんま。何の薬も出し上がらんと、ほんま。でな。何やねん、意識してくださいって。ほんなもん、誰でも言えるやんけ。やぶ医者、ほら、ほんま。でな。何やねん。言い返してくるフレーズも弱いし。何がだよ、うるせえな。それ以外言うてこい、お前。アドか、お前。アド？うるせえな。いや、言い方変えろや。せっかくワードを言ってんのに。うるせえわ、ほんま。やってみた。中途半端なタイミングで、急に。これ、どうですか？皆さんはお部屋どうですか？徳岡さんどうですか？お部屋を。まあまあ、彼女と同じような感じで、はい、今、東京で一人暮らししてる方の部屋は、はい、もうそのままほったらかしのままですね。床にいろんなものが置いてあって、はい、順番にベッド行って、はい、ベッドから降りたら順番につけて、身につけていけるような感じで並んでます。すごい。うまいこと。うまいこと並んでます。うまいこと。なるほど、なるほど。玄関開けてからこうね、まあ、ワンルームで狭いマンションですから。それすごい。部屋きれいにするより難しいです。逆にすごい。マリアちゃんどう？いや、私は綺麗な方じゃないと思います。ああ、そうなんや。意識はしてるんですけど、物はすぐでもどっかに置いてきちゃうんですよ。忘れちゃうのが。ああ、リュックとか一回置いてっちゃったことあって。リュックと手作業を持ってリハーサル行ったらリュックを置いてきちゃうんですよ。ああ、それリハーサルしたところに。2個だと1個置いてきちゃうんで、絶対に1個にまとめるようにしてるんですけど、うん、ちょっとお家とは別なんですけど、忘れ物が多いです。あ、忘れ物が多いんや。それ答えになってない。じゃあ、部屋どんな感じですかに対する答えが、うん、忘れ物多いですねって無理モードしてんちゃうねんか。確かに。一つにしてますとかね。これは聞いてない。二つあったら忘れるとか。まあ、今ね、マネちゃん、その、お母さんと住んでるっていうかね、おっしゃってましたけど。お母さんが結構掃除好きなんで。いや、これ、いや、それよくない、ね。あら、怒られる。本当にやばい。はい、はい、怒られる。すいません。お母さん、怒んなよ、怒んなよ。俺、ほんまに、マジで。やばい、ね。あのね、
それはお母さんが好きって言うんじゃなくて、はい、もっと入ってこい。何急にやるの。お前中途半端に最初のゲーどういうね行きたい方向どういうお笑いをしたのか行きたい方向と違うことやってもなんかと思ってちょっと遠慮してやめてしまって中途半端やね何やねイントロだけならしお前怒んなよあんま怒んなよもうええわもう変なタイミングでごめんなさいごめんなさいでもまあこれはねだからやっぱり大掃除が一番やっぱ結局めんどくさいので、うんうん、僕はもうちっちゃい掃除を気付いたら絶対するようにしますほんならまあそんなに大して汚れたりはしないので各部屋にハンディ掃除機あるんですもんね河合さん掃除機ありますねすごいミニ掃除機とかコロコロとか置いときゃもう取りに各部屋に、はい、各部屋にまあでもその広い部屋じゃないのでまあ本当に1万円ぐらいで売ってるハンディクリーナーみたいなのあるじゃないですか。あ安いのでいいので置いとくと、なんかこのこまめに、もう、あーっと掃除できるので、なんか大掃除しなくても割と、うん、僕はおすすめですね。うん。これはアロン会入れますね、その。そうなんですよ。それで笑ってあったんでしょ、今とこは。ですよ。うん。この間、今田耕司さんとラジオをちょっとやらせていただいたなんか結婚にまつわるね、はい、ラジオがあって、はい、特番があって、はい、僕もたまたま聞いてたんですけど。はい、ありがとうございます。やっぱりゆずるくんもこれはもう今田さんの道歩んでんねんなっていうそうですほんまに2時間の特番のラジオやったんですけど3時間半ぐらい喋ってました、すごいで結論は2人してこれは俺ら無理やなってあらまあでもなるべくねまあ特に女性の方なので、ええ、綺麗にしててねそんなことはないと思いますので、はい、頑張ってこまめに掃除していただきたいと思います、はいさあそれでは続いてのお悩みメールお願いいたしますはい配信ネームペンギンさんからですアインシュタインさん牧野さんトコアカさんこんばんはこんばんは道を歩いていてモザイク柄の床タイル、うん、白黒柄の道路などが出てくることがあります、はい、こういう時僕は色がついている部分を必ず踏まなきゃいけないような気がして頑張って色がついている部分だけを踏んでいるのですが踏めないとその日一日運が悪くなった気がしてとにかく疲れますどうやってやめたらいいでしょうかまた皆さんもそんな謎の性癖ありますかどう対処していますかアドバイスお願いしますペンギンさんにも一言言わせていただいていいですか。はい。これはね治らないです。うん。あらら。はい。うん、未だに白しか踏んだあかんと。へ、これどこもそうもこれ。あります。僕の場合は はい、将棋のね桂馬あるじゃないですか。こう一個右の二つ前歩くときにこう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 って歩きで行きたいんですよ。こうタイルがあったら。はい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 。まっすぐじゃなくて、桂馬のように、こう、こう、こう、歩いていきたい。斜め、斜め。僕、その、桂馬ではないんですけど、お気持ちは、もう、痛いほどわかります、うんで。人に見られてるのを気づくと、恥ずかしいから、はいはい、ごっついナチュラルに、こう、歩いてます。そうですよね。はい、だって、その、タイルを、また、ゴーさんが歩いてて、知れない人が見て、あれ桂馬の動きやって思われたらめっちゃ恥ずかしいですもんね。絶対恥ずかしいですもんね。でも男がさ、その素知らん顔して歩いてるわけでしょ。そうそうそう。でも、でもやっぱ無意識にこうタイルの方はチラチラチラと。絶対こうやって。顔は正面、目はずっと下見てるから。わかるアーロンジャッジはピンクのガムを噛んでるんですけど。すごいスピードで吐きます。ピンクのガムを噛んでて、打てたらずっとそのまま、その同じガムを噛んでるんですけど、打てなくなったら変えるって。で、味がなくなるまで、なんか試合ができるといいな、みたいな言ってました。はぁ同じ、口に入れたら同じガムを噛み続けるのずっと、もうペーしないで、ずっと食べて。その試合中は。はい、打てる。で、打てなかったらガムを変える。はい。っていうのを。なるほど。第一打席で打ったらもう。もうそのまま。第3打席で打たれへんかったらガム変える。はい。へぇそしたらなんか一日終わったって感じもしないし変えれるなって思う。なるほど。マリちゃんはどうなのそういう自分の中の変なルールみたいなあったりすんのありました。40分の学校の通学路の中で、いかに石ころを長く蹴り続けるか。同じ石でずっと蹴れるかみたいな。やってました。めっちゃあった。
ほんで、なんかそのさ、決めた石がコロコロコロってなんか変な溝入って、わざわざ手突っ込んで、もう一回戻して、もう一回蹴ったりしてたもんな。田んぼとかだったら行ってましたね。わかるわ。コンティニューしてたの？いや、してたよ。ええー。だって、その石がいいもん、うん。一番蹴りやすいんですよね。そうそう。もう決めた石やからな。うわあったな、確かに。マリアちゃんがそれやってたん、意外やな。意外と田舎だったんです、そのザリガニっていう。そういう感じの。そっかそっか。これでも22歳の男性の方でしょ。でもこれは、でもやめられないと思うな、うん、22歳でやめれてないってことは。やめるなら今かも。これでやめれないならもう、うん、若さんのように、うん、あなたはいつか桂馬になる。確かになぁ。ゲーマーになるか今やめるか。あ、どっちかですよ。そうね、うん。いやでもまあこれは気持ちはめちゃくちゃわかるな。これでも疲れるだけですもんね。うん、確かに。そうっすよ。まあ、なんか時間かかってしゃあないもん。そうっすよね。だからゲーマーの動きで時間かかってしゃあない。最後のタイルが終わるとこあるじゃないですか。うん、最後ゲーマーの、左に1個、前に2個でタイルが終わってたら気持ちいいじゃないですか。はい。うん、左に1個行って、前に1個でタイル終わってたりしたら、めっちゃ気持ち悪くないですか？めっちゃ嫌やねん、ほんま。それ今言われたらどうしようもとってんの。ほんまに嫌やねん。その時こう引き返す時あるもん。引き返して、持って。引きづらい。すごい。あんねんあんねん。で、大体分かってんねん。ほんで、はい、この1回、一回スキップしたら、ちゃんと行くとか、はい、よく通る道とかやったら、分かってるから、1回わざと知らんふりしてスキップしてる。最後きっちり終わるんで。飛ばしてるんだ。攻略法あるじゃないですか。これはもう気持ちわかる人はめっちゃ笑ってくれてあると思います。そうです。はい。わからん人ポカンやろな。わからん人は見てんねやろってなるんでしょうけど。いやー、これはもうだからもうやめるなら今のうち。はい。もうやめないならもうあなたは桂馬です。桂馬。行きましょうか。配信ネーム、タカさんからです。はい、こんばんは。毎週楽しみに視聴しております。ありがとうございます。トコワカゴロウさんの声が天竺ネズミの川原さん、川原さんに聞こえて仕方ありません。あら、そうですか、初めて言われましたか。そうですね。4月に社会人になった娘の話です。はい、中学3年生の時の父親の病気をきっかけにこの春念願の看護師になりました。初出勤の日に同期なしの一人で配属先が決まり、研修後に挨拶に行くと完全に無視。その後も配属先で休憩をしないといけないのですが、誰一人として声もかけてもらえず、先輩たちは毎日悪口大会。あらあら。少しずつ先輩について指導を受けるのですが、ほとんどの方がまともに教えてくれないと毎日苦痛に耐えています。世の中の看護師さんが全てそんな方だとは思いませんが、お姉さんが看護師さんだという方とたまたまお話をする機会があり、別の病院でしたが同じような状況だと知りました。仕事がきついから下に当たるのか、これから夜勤も始まりきっと辛く当たられることも増えるんだろうと思うと心配でなりません。皆さんは人間関係で辛い思いをされたことはありますか？なるほどね。これちょっとだから難しいというか、やっぱりこうね、命をこう扱う現場なので、うん、まあ、僕が聞いたことあるのは、まあ、もちろんこれが、いいとは思えないですけど、うん、ただやっぱりこの、中途半端に辞めていく子たちもたくさんいるし、うん、なるほど。だから、やっぱりこの命を扱う現場において、そういう人をふるいにかけるみたいな意味も、まあちょっとあるような気も、するなというのはありますけど、過去にそういうことがあった人かもしれないね。一生懸命教えたけど。友達同士で、和気あいあいと楽しくでは許されない瞬間が多分たくさんあるんだね。うん、なとは思いますけどね。なるほど。ちょっとで試練の時なのかもしれないということですね。僕らもだからやっぱり NSC 吉本の養成所の時は最初の半年ぐらいはもうほんまにもうやめろやめろってずっと言われてましたね。言われてた。NSC 生の時の、はい、はい。講師の先生に、うんうんうん、もうやめろやめろ、みたいな。その、やめた方が社会人としては正解やしな、みたいな。で、まあまあ、ある種こう、ふるいにかけてあったんやな。それで、ついてけえへんやつはもう、はい、もういい、かまへん。そうですね。そうですね。で、やっぱりちゃんとそれで半分ぐらいなんですよ。やめていったり、まあ、なんかきついな、とか言って、で、やめていく子たちも結構多かったので。それ超えてから、講師の先生
一気に優しくなって。あ、なるほど。そうなんですよ。まあ、残ったな、残ったやつれな、こう、まあ、じゃあこいつにはちょっと教えれることは教えよう、みたいな感じですね。まあ、ちょっとそういう意味合いもあったりもするのかなとは思いますけどね。確かに。あえて厳しく乗り越えてもらうために。まあ、でもまあ、もうちょっとそれの意図があるならそれだというふうに伝えてほしいなというのはありますけどね。まあ、あの、仕事的にもね、そのやっぱり人間関係が辛いのが一番仕事をやるの辛いんで、はい、で、あの、看護師さんの世界って今もうどこも人手不足で激しい、はい、あの、はい、本当にきつい仕事なんで、本当に辛かったらね、あの、職場変わったらいいと思います。そうですね。そんなに我慢せんでも、はい、どこでも、求められてるお仕事ですから、はい、で、この3年間コロナでもね、みんな本当に大変な思いした皆さんなんで、特になんかそういう、割とそういうところでギスギスしたところあったかもしれませんけど、はいはい、これがこの、まあ世の中こういうちょっといい流れになっていってる時に、はい、同じような状況が続くんやったら、まあ、あの、変えてみてもいいんじゃないかとは思いますけどね。そうですね。所さん入られた時はどうでしたか？その会社に入られた当初は。うん、やっぱりテレビもすごくまだ今とは違って、ね。そうですね。あの、めちゃめちゃ厳しい世界やなと思った、はい、あの、は、あの、最初スポーツ部に配属されて、はい、で、まあ、あの、本当に、あの、大会系のクラブみたいなところがあって、はいはい、あの、正直、あの、手も出ましたし、はい、あの、結構厳しく怒られたりしました。はい。で、あの、配属した初日に、やっぱ新入社員やし、はい、ネクタイしていった方がええかなと思ってネクタイしていったら、はい、そのある先輩に、はい、お前スポーツ部の現場でネクタイして仕事できるか外せ言われて、外して、な次に入ってきた先輩が、お前新人のくせにネクタイもせんと、お前初日やねんからネクタイせえって、ネクタイ持ったままこれのネクタイをどうしたんや思って、つけたはええんか、外したはええんか、あの先輩ごととかつけてみたいな、そんなところからスタートしたんで、まあ厳しいなって思いました。やっぱりあの社会人でお金稼ぐっていうのは厳しいもんやなっていうのはまあ、ね、本当に思いましたよね。1年目、2年目の時は。僕も社会人やった時があって、で、あの、僕は普通科の高校出たんですけど、それなのに、結構電子系の配線とか、就職先勤めさせてもらったんですけど、あの、1年間持つ日の人がいなくて、で、一番近い先輩が10歳年上みたいな。だからなんか、みんなはもう、それは当たり前にできることやから、僕が何分かってないか分からない。ああ、なるほど。で、あんまり教えてもらえないまま、僕もなんか自分の判断で勝手にやってしまって、うん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 、よう怒られてたんですよ。勝手なことすんな。ちゃんと聞いてからやれと。そう、分からんかったら分からんって言え。なんかこの、電気の配線とかの仕事やったらしいんですけど、うん、切ったらあかん線切ったらしいです。信じられへんか。いや、一番やったら、配線の仕事で、それだけやったらあかんねん。多分やけど。そうですよね、うん。僕がだから自分でつけたハンダーごてね、あの接続した線を、なんか片っ端から全部外す。あ、これちゃうわってなって。何しちゃうお前一日何やっとんだよ。ハンダどういう意味やねんお前って、うん。自分でつけては飽きて。なんかでも、その、よう怒られてたんで、だから、わからんことあったら言えって言われるんですけど、何がわからないかが僕わからないんですって、その部署の一番偉いさんに言ったら、あ、おもろいこと言うな。確かにその通りやな。って、で、それを僕のことを怒ってた、あの、部長に、ちょっと言ってみろ、今度。多分、あの、なるほどなってなるわって言われたんで、僕言ったんですよ。また怒られたと、いや、でも僕、何がわからないか、わからないんですって言ったら、何口応えしとんねんって。ドライバーの持つとこで頭しばかれた。いや、まあまあ、そうやっていろんな失敗を繰り返しながら、まあまあね。だからまあ自分がこう先輩になった時に、まあこうはならないぞとこう心に決めて、自分がされたことを同じように後輩にするんじゃなくて、自分だけは違う方向の、ね、違うスタンスで仕事してほしいと思いますね。そうですね。未来をね。え？未来を変えてほしいですよね。未来を。配信の。配信の。未来を。未来を。ウォ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 ウ。それ先週、マリアちゃんが言うたやつやんけ、それお前。合言葉でしょ。合言葉ちゃうわ。ほんなゆっくり言う合言葉ないやろ、ほんま。
さあ、エンディングでございます。ね、最後の方もね、本当に、僕はもう男岡さんがおっしゃった通りだなと思ったんですけども、だから、帰ったらいいんですよね。うんうん、何回か帰って、自分が、いいな、居心地いいなとか、この人の下で働きたいなって思う職場に当たるまで、僕は、コロコロ帰っても僕はいいと思う。僕もいいと思いますよ。ね、ちゃんと見てくれてる人は絶対いますから。はい、そうですね。はい、なんとかね、いい職場に、巡り合えることを願っております。はい。ということで、配信マシン。配信マシン。また掘り込もうとしてたな。ね、やっぱ せっかく稲田さんが言ってくれた。ね、回春マシン。インハイストレートバーン来た感じやね。ありがとうございます。なんでやねん。なんで今のがありがとうございますに。なったんや。なんでやねん。野球でって。はい。ありがとうございます。どこかさんの真意もまだ聞いてないのに。行く、インハイにバーン来た感じやねん。はい、ありがとうございます。何を言ってんねん、もっと。毎週毎週エンディングで。いいですね、今ノーノーで来てる感じの雰囲気ですね、うん、どういう雰囲気それではってことノーストライクノーボールの打席に入ったところってこといやノーヒットノーランのノーボールどっちのノーボールノーヒットなんや緊張してるってこと素晴らしい状態で試合展開を迎えているっていう感じですかねなるほどあなるほど最高のエンディングに差し掛かってるぞということが、はい、なるほどなるほどありがとうございます、番組では皆さんからの配信のお悩みメールを募集しておりますアインシュタイン配信ナイトお悩み相談は番組メール配信アットマーク abc1008.com hishun@abc1008.com です公式ホームページからも送れます公式ツイッターはアットマーク配信1008アットマークローマ字で配信1008ですそして公式インスタグラムもフォローチェックお願いしますさあということでございまして本日はここまででございますアインシュタイン配信ナイトまた来週この番組は日本写真映像専門学校の提供でお送りしました。